皆さんこんにちは。今回はビギナーのためのどのオーダー引くべきか動画をやっていこうと思うんですが、12月8日あたりまでのオーダーのおすすめですね。でももうすぐクラインバースデーオーダー来るんですが、多分この動画上がってる頃にはクラインバースデー出るんかな？だと思うんですけど、クラインバースデーのスキルはちょっと使いづらいんで、始めたての人にはおすすめしません。なので、クラインバースデーは引かなくていいと思います。まあ、始めたての人はですけど、なんかめちゃくちゃ課金できて、全部引けるっていう人は全部引いた方がいいですけど、まあ、俺の動画わざわざ見て何引けばいいかっていうのを、絞って、その厳選して、少ないジェムをどこに使うかっていうのをなんか、真剣に考えてる人はね、まあ、そういう人はっていうか、そういう人用に作ってる感じがあるんで、まあ、いっぱい課金できる人はね、全部引いてもらいたいんですが、まず、どれが一番おすすめか、おすすめ度順的には、1位、もののけセレクションオーダー。2位、ジュエルマイナーオーダー。3位、モッドステップアップオーダー。それ以外は、始めたての人は引かない方がいいと思います。で、まず1位のもののけセレクションオーダーからちょっと、話していくんですが、これはね、なんで一番おすすめかっていうと、まあ、始めたての人直剣モッド、揃えた方がいいみたいな話よくあるんですけど、まあ、それ以外にもね、まあ、この作詞アルゴと同じような効果のバフスキルがあって、で、それまあなんか、イベントとか、まあ、ギルランとか、いろんな場面で使えるんですよね。まあ、道中のモブ狩りとか。だから、ここで、まあ、取っておきたいっていうのがあるし、玄関秋最強のタゲガイカジバユミですね。突属星界最強のタゲガイカジバユミのモッド素材と、前ちょっと動画にしたんですけど、キョンシーシノンが玄関秋最強みたいな話をしたんで、それも入ってるし、アンデントシスターリーファっていう、キョンシーリーファっていうやつですね。それもタゲガイカジマユミで使えて、まあ、スタックブーストっていうね。まあ、始めたての人はそんな言われてもよくわかんないと思うんですけど、まあ、とにかく、今ね、揃えておきたいっていうスキルで。で、あとは、片手直剣のモッドスキル使う場合に強いキョンシーキリトですね。まあ、そういうのが入ってたり、まあ、片手コンですごい強いモッド素材入ってたり、まあ、あとは、突属性で攻撃時に攻撃力が800上がる、まあ、修験者リーファ。まあ、これは、戦線維持っていう回復効果があって、タンクをやる場合にも使えます。あとはこれもなんかすごい支援に良くて、まあ、とにかく、いいスキルが本当にいっぱい入ってるんですよ。これなんか麻痺耐性あるから、まあ、ソロカオスとかに使えるし、麻痺耐性あるボスでタンクやる場合にね、使えるし、まあ、これはなんかそのコーヒーブレイクリズベットっていう火傷耐性のスキルがあったらそれと合わせれば火傷デメリットがなくなって防御もいっぱい上がるしみたいな。まあ、とにかくね、とにかく、直剣モッド持ってない人でもまずこれ先に引いといた方がいいって俺は思います。まあ、あくまでおすすめなんで、全然ね、好きなもの引いていいと思うんですけど、この2番目におすすめなこのジュエルマイダーオーダーって、まあ、なんでおすすめかっていうと、まあ、これ直剣モッド入ってるんですよ。もうそれだけなんですけど、これ一周できるならこのジュエルマイナーがおすすめで、まあ、これちょっとね、リーファ3枚条件っていうのがあるんで、まあ、あとリーファね、2枚ぐらいね、揃えたいところなんですが、まあ、一応ね、このオーダーにもね、もののけオーダーにもね、一応ね、まあ、キョンシーリーファ入ってはいるんですけどね。まあ、直剣元で使う場合は、まあちょっと微妙かもし、微妙っていうか使う場面限られるのかなってちょっと思いますけど、まあ、キングオブスピアとか、どうなんだろうね。道中槍でモブ狩りする場合にちょっといいのかな。わかんないけど、まあ、とにかくね、直剣モッドあるってだけですね。なので、まあ、モッド欲しい場合は、まあ、これの方がいいかもしんないけど、所持スキルによる、こういうモッドオーダーって既存のスキルしか入ってないんですよ。だから、これってそのステップ5で新スキルレコードが1枚確定なんで被らないんですよね。だから、被りが多い人はこれをおすすめしないけど、始めたてで、あまりその確定枠のスキルがその自分の持ってるスキルとあんま被ってないっていう人はこっちのがおすすめかもしんない。ただこれは、
MOD オーダーの分析っていう記事を書いたんですけど、これね、職権モッドね、確定枠のうちどれくらいの割合あるのかなって、職権モッドね、調べてみたんですけど、20% ぐらいなんですよ。だから確定枠、5回引いたうちの1回ぐらいか、だと思うんで、直剣モッドだけ狙うんだったら何周、まあ、5周くらいしないとあかんのかな。まあ、5周するうちにね、来ることもあるし、まあ、1周で来ることもあるかもしんないんですけど、どうなんだろう。これ1周で11,250ジェムだけど、こっち2周すると、6,250ジェムが2回で12,500か。これ2周してもいいのか。まあ、2周するとこれ確定枠以外もね、もしかしたらね、出るかもしんないから、まあ、ちょっと微妙なところではあるんですけどね、これはね、直剣モッド以外は、始めたての人が引くべきかどうかっていうの、微妙なところなんですよね、そのピックアップ、その直剣モッド以外が。だから、2周ぐらいできるならモッドオーダーのがいいかもしんないですね。まあ、そこは人によるんですけど、まあ、あとはこっちは、まあ、なんでおすすめしないかっていうと、まあ、これがね、新規ピックアップ出るの、まあ、3割ぐらいじゃないかとか言われてて、ジェムが5、6万ジェムくらいある人で、これ一気にね、こう何周か引いて、ようやくこの欲しいものが出るか出ないかくらいのオーダーで、なんか、重課金向け、重課金っていうのかな、ある程度課金してる人向け、重課金っていうほどじゃない人でも、まあ、ギリ引くかって感じなんですけど、よほどジェムに余裕がある人じゃないと引かないやつで、まあ、上級者向けですね、簡単に言うと。で、こういうのね、強いんですよね、一応。なかなか当たんない代わりに強いのが入ってるやつ。だから、始めたての人にはおすすめしない。あとは、このサイバーストリートオーダーっていうのは、まあ、こういうね、直剣モッドに強そうなやつ入ってはいるんですけど、ちょっと見た目強そうなだけで、多分、使ってみるとそんな強くないんで、やっぱ、引くオーダー厳選しないといけないっていうのもあって、これはおすすめしないです。俺はね。だから、上の3つのどれか。で、特にこれが一番おすすめ。ただし、これは、直剣モッドが入ってるわけではないんで、直剣モッド欲しい人はこれじゃなくて、こっちの方ね、ジュエルマイナーかこのモッドステップアップオーダーどっちかがいいと思います。で、これ一周できるほどのジェムがあるんだったら、この2位と3位の、まあ、どっちかが2位でどっちかが3位みたいになるんですけど、人によっては。なんですけど、ジェムがあんまりなくてすぐ引きたいっていう人はこれに、2500ジェムで引くのがいいと思います。ざっくり言うと、一番おすすめなのがこのもののけオーダー。で、2番目は、スキルをいっぱい持ってる人は、これを引くと被るかもしんないんで、まあ、こっち、まあ、スキルいっぱい持ってるって時点であれか、直剣元持ってるから、あれか、あんまり意味ないか。これもな、でもな、ブレイクゲージ増加量が多いっていうのもいいんだよな。だから、ま、引いといて損はないから、これ、まあ、2番目におすすめだけど、まあ、被りとか、恐れないっていう人はこっちですね。こっちの方がおすすめですね。いいモッドがいっぱい入ってます。一応順位的にはもののけ1位で、ジュエルマイナー2位で、3位がモッドステップアップオーダーっていう風にはするけど、まあ2位と3位は好みです。好み。好きな方を引くといいと思います。ただし、1周できないなら絶対引かない方がいいと思います。まあ、理由は、ステップ1、ステップ2とかって、排出率的に、無料オーダーと同じくらいなんですよ。確定枠がない無料オーダー。まあ、あれ引いててわかると思うんですけど、出ない時って本当に出ないじゃないですか。まあ、それと同じくらいなんで、30日間ね、30回ぐらい引いて1枚出るか出ないかみたいな人もいるじゃないですか。ああいう感覚なんで、ステップ1だけ引くっていうのはマジでおすすめしないです。以上で、おすすめオーダー動画終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。